ただいまご紹介に預かりました中島です。で私は本日の発表者の中で唯一の社会科学者で、社会科学的な観点からこの放射能の問題について少しお話をさせていただきたいと思います。で我々の分野が、貢献できるのは、いわゆる風評被害をですねいかにこう防止するかということです。さまざまな、科学的な知見が出てでそれをその世の中に発表してもなかなかそれを、信じられない、それが、消費の回復に結びつかない、そこにどういう問題があるのかということを、考えるのが、私たちが今、チャレンジしているテーマなんですが、なかなかこれを、明らかにする、それから解決策を見つけるのは非常に難しいです。やはり私たちはいろんなことを考えて行動をします。バックグラウンド、プロファイル、そして、将来のこととかですね、いろんなことを考えた上で買う買わないの決断を実際しているものですから、いろんな知見を積み重ねなければいけません。今回はまず入り口のようなところのお話になってしまいますけれども、少しお聞きいただければというふうに思っております。で、この、お話はですね、ここでのお話は、食品のリスクをめぐる市民の考えを、インターネット調査で把握し、それをご紹介します。で一つは、食品中の放射性物質に対するリスク知覚を他のハザードと比較するというものです。ハザードというのは下に書いてございますが、健康被害をもたらすような原因ですね。で、どの点が特別なのかということを考えてみたいと思います。から2つ目は、食品由来のリスクを回避できるかどうかという意識。これはちょっと特別に我々設定した言葉ですが、守られ感という観点から検討したいというふうに思っております。でインターネット調査はこちらに書いてあるやり方で行いましたが、ちょうど震災の1年後にですね、約8000人ぐらいの方々に調査いたしました。で割り付けの仕方としては国勢調査に基づいた、男女比、年齢比で行っておりますので、大体その国民一般的なお考えを聞いているというふうに、理解していただければと思います。でまず食品のリスク知覚です。でその結果をご紹介する前にですね、ちょっとこのスライドを説明したいんですが、リスクに対して私たちは非常に特殊な思いを持つ、その時にいくつかそのバイアスといいましょうか、偏った考え方をもたらす要因があるということが明らかになっております。で自発って書いてあるのは、自分からそのリスクを取るというようなことならばリスクは耐えられるんだけど、そうじゃないような場合非常に強く負担感を思う、あ、やだなっていうふうに思う気持ちがあるということです。他にその制御可能、利益をもたらさない、それから公平でない、人為的なもの、それから今まで経験がない、それから将来に何か問題を起こす、そういったようなことが、いろいろな悪さをするというふうに考えられています。でリスクというのはハザードがにどれだけ暴露して、でそれによって、健康被害がどれだけ起きるかという関係性が、問題になってくるわけですけれども、それを受け止めて主観的に心理的にどう考えるか、その時にこういった要因が影響を及ぼすということです。でインターネット調査では次のような質問いたしました。食品中の以下のハザードによるリスクはあなたにとってどの程度高いと感じていますか。そのハザードは今からリストアップいたします。それから食品中の以下のハザードについてあなたはどのように思いますか。これだけ聞くと何が言ってるかわからないですが、それもすぐお示しします。で、これがですね1個目の質問の結果です。でハザードは放射性物質から一番右遺伝子組み換えまで、これハザードと言うべきかどうかはいろいろ議論があると思いますが、そういうふうに認知していることも多いと思いますので並べました。で結果高いところからリスクが高いなと思っているものから低いものにとりあえずこういうふうに並べております。答え方は7点法といって、ここの下に書いてあるようなものどれか選んでもらってそれを加重して平均したものです。でこの調べたものの中で放射性物質が非常に高い、4ぐらいが平均というか真ん中なんですが、お調べてみると5ぐらいのレベルになっています。それよりも0.5 高いのが放射性物質です。右側の方になりますと5ぐらいのレベルになっているというのが分かります。それから、どう思いますかって2つ目の質問はここでこういうことを聞きました。このハザードはリスクをもたらすと思いますけどメリットもあると思いませんかというようなことですね。それが1つ目。
それから赤が人為的に作られたリスクだと思いますか。それから3番目、自分の選択で回避できるリスクだと思いますか。4番目、健康影響が遅れて現れるリスクだと思いますか。で、そう思うという人の回答率をこのように並べました。で、先ほど心理的なバイアスをもたらす要因をざっとお示ししましたけど、そこに関係してくる4つの項目だというふうにご理解ください。で、やはりそのハザードによってですね、捉え方、理解の仕方、認識の仕方と非常に変わっております。で、放射性物質に言うとメリットはない、それから、人為的に作られたリスクである、それから自分の選択で回避できない、それから、健康影響が遅れて現れるリスクだっていうふうな、そういうその回答のされ方がしています。ちょっと時間がありませんので、右側の部分を、詳細にご説明することはできませんけれども、かなり違ったパターンになっているということがお分かりになると思います。で、こういったそのデータを取りまして、少しこうカテゴリーに分けます。で、これポジショニング、コレスポンデンス分析というのをかけて、で、どういうそのハザードは似通っているか似通ってないかというのを見たものがこちらです。で、放射性物質はですね、この二次元のこの空間でいうとここにポジショニングされております。で、他にこういった塊、それからここら辺の塊が見て取れると思うんですけども、それ以外のちょっと操作をしてですね、ここら辺はその回避不可能なハザードだ、自然なもの、自然なハザードだ、人為的だ、回避可能だ、メリットもある、遅延だというような特徴があるハザードがこのポジショニングされるというものになることが分かっているんですが、この分析 で放射性物質はですね、イメージとしては人為的で、その遅延、つまり後になってから現れる、当たり前じゃないかと言われるかもしれませんが、この8000人のですね、人々のデータからこういったその特徴というものが分かってまいりました。それで、2つ目の、テーマですけども、食品リスクを回避できるかということを聞きました。で、守られ感の把握というのをしております。で、質問はですね、こういうふうにしました。あなたは以下のハザードによるリスクを自分の行動で回避できると思いますか。それから食品メーカーによって守られていると思いますか。それから小売店によって守られていると思いますか。それから政府が、その監視指導して、ちゃんと監視して指導して、それで守られていると思いますか。それから、以下のハザードによるリスクの発生メカニズムが十分に解明されていると思いますか。そこが言いちゃうとですね、ちゃんとした対策ができないだろうっていうことを思うだろうということで、このように設定しました。で、私たちの手元に食品が届くまでにはたくさんの人が関わってまいります。で、先ほど小売りの話も触れたわけですけども、その人たちがちゃんと売ってるのかとか、その手前の部分で食品メーカーの方がちゃんと作ってるんだろうかというようなことが関係してまいります。それから安全の管理をするということになりますと、その規制のあり方というのは大事なんですが、それをちゃんと行政がやってるだろうか。で、その行政がかける規制の根拠というものがなんかちゃんとしてるんだろうかというようなことも、私たちの不安の非常に大きさに作用する要因になるということを考えます。で、食品の安全を管理する政策というのは、今リスク評価、リスク管理という枠組みで組み立てられているんですが、さらに私たち消費者はそういったものを踏まえた上で、例えばちょっと危ないなと思ったら外すような行動がありますね。で、そういうものも含めて、リスクの制御回避というのを今ここでは設定して、で、こんなふうな役割分担というのが考えられると思うんですが、この部分ですね、これが私たちを実は守ってもらう行為だと思います。で、それに対してどう評価するかが先ほどの守られ感です。で、ちょっと今言ったことのおさらいみたいになるんですが、この食品が私たちの手元に来るまでに、いろんな食品の安全を管理しなければいけない行為があるんですが、リスク評価機関といわれる、科学者が関与している部分ですけど、そこがちゃんとリスクを評価し、そしてそれを踏まえて行政がですね、規制をかけるような、そういうリスクを管理し、そしてそれに従って食品事業者がきちんとした工程でものづくりをするようなリスクを制御し、
そして最後消費者がそれを受け取って、まあ、ちゃんとこう見て、食べるという行為をするリスクを回避する、こういうものがこう積み重なってですね、あ、本当に私たちの手元に安全なものが来ているのかどうかということを考えるんじゃないかというふうにここでは仮定し、そういうモデルを、まあ、一応設定してですね、この後考え分析をしていきます。でここでこういうふうに考えているんですけど、私たち消費者が食べるといったときに、買い物に行って何秒ぐらいでこう判断して買ってくるんだろうか、そういったことを考えるとですね、あんまりこう分析的にこう突き詰めて一つ一つのものをな評価するってのは難しいんじゃないかと私は思います。でこの食べてるかどうかを単純に知りたい、でこれこう言ったら食べていいんだねって思う、このがまあ一種のリスク近くでして、でそういったその直接的な結論だけをまあ求めてるんじゃないか。ただここに至るまでのプロセスには実はいろいろなこの積み重ねがあるというのは先ほど言った通りです。で最終的なその直接的な結論というのは何かというと、安全性の確信が持てるということです。口に入れるってことは結構大変なことだと思います。しかも毎日毎日、そして非常に短い時間の間にその判断をしていかなければいけない。でそういうのはやはりこう確信がなければいけないんですが、これは今安心というふうに考えております。でちょっと本筋から脱線しちゃうかもしれませんが、私はそういう安心をですね得るためには信頼というのが必要だと思ってるんですけども、このような望んでいる食品を確実に担保できると予想している状態を後支えするのが、その、まあ、科学者や行政や食品事業者全てを含めた関係者の適切な行動であると思います。それが適切に行動していると予想している、これが信頼だというふうに考えて、ちょっと別の研究ではそういった分析の取り組みをしております。で、アンケートを取りました。ちょっとアンケートの様式の関係からですね、対象者は4000名になったんですけども、放射性物質について、どう思いますか。で自分で制御可能、それから食品メーカーに守られている、小売店に守られている、政府が監視導できているメカニズムが解明されているかどうかです。で、強くそう思う、そう思う等の、まあ、ポジティブな評価はこうピンク色で書かせていただきました。それから、いやできてないよ、そう思わないよっていうネガティブな評価は青色で書かせていただいて、まあ、この高さですね、これが回答者になります。まあ、大体4000人、大体ここについて何かしらの考えを持ってたと。それでこのプラスとマイナスを差し引きしたこのものがですね、この赤色になります。でそうしますと、この特徴はですね、メカニズムが解明されていると思わないという部分が非常に強く表れている、それから政府が監視指導できていないっていうふうに強く思っているということが思います。ただ人によって違うということもこれでお分かりになると思うんですね。全員が全員同じようにそう考えているわけではないんですが、トータルではここの部分が非常に強く強調しておきたいところだと思っています。で非常に見にくくて申し訳ないんですが、同じようなことをですね、O157、アレルギー、アフラトキシン、それからサルモネラ寄生虫、食品添加物等と先ほど出てきたハザードについて、示しました。で、この赤な、まあ、それぞれ見ていただくと、いろいろ面白いことがあるんですが、このゼロになる分よりも、この赤い点が上になっているか下になっているかってあたりが、不安を取り除くために非常に重要なんではないかなと思っています。で、守られ感の弱いところを中心にコミュニケーションを行うべきではないかと私は思います。で、先ほどのメカニズムが分かってないとか、それから政府の規制監視とかちゃんとできてないんじゃないかとか、そういったところが、もし、懸念する部分だということならば、そこのコミュニケーションというものが重要になるんですが、ただ次の結果、この次の分析も実はでして、我々はこれのこともちょっと考えなきゃいけないなと思ったのでご紹介します。でそれはこの、まあ、さっきの制御可能性なんですが、とリスク近くというものです。で先ほどの自分で制御可能、メーカーに守られている、小売店に守られている云々ですけども、これがですね、全くそう思う、そう思わない、思わない、そう思わないから、そう思う、強くそう思うまでこう並べています。真ん中は考えたことがないです。で、そう思わないっていう人たちはこれで見るとそのリスクが高いと思っています。
で、だんだんそれが緩和されてくるとリスクが少しずつリスク近くといいますかリスク感が下がってくるんですが、実はこの内側の右側になると、強くその例えば政府が監視指導しているよっていうのがこう上がってきている、そう思うよっていう部分になってきたときにリスクが逆に高くなるというような傾向が出ました。でこれはですね、ちょっともう時間がないのでもう飛ばしちゃいますが、これ放射性物質と同じような図なんですけど、と切り出したものです。 O157 でもこういう V 字が出てきます。それからプリオンでもこういう V 字が出てきます。これは自分で制御可能っていうものですね。それから食品メーカーについてちょっとこれ V 字が緩いですけども、O157 は少しそんな感じ、それからプリオンについてもちょっとそんな感じが出ています。それから政府の監視指導もこう V 字ですね。で、O157 それからプリオンもこんな感じに少し出ています。いやここら辺はちょっと標準偏差が大きいですけども、標準誤差が大きいですが、それから、メカニズムが解明されているかっていうのもこう V 字、それから O157 プリオンもやはり V 字というものが出てきます。で、まだ仮置きなんですが、私はこれを信頼と安心のパラドックスというふうに呼んでおりまして、ちゃんと守られてるんだと思うようになってるとかえってその不安が高まる、安心じゃないっていうのが出てきている。その左側のエリアは、守られ感が強くなってくると、安心感が高まる、リスク感が減るというなるんですが、右側のさっきのエリア V 字の右側ですね、これは逆の方向が出ている、これをパラドックスと今呼んでおります。で、このことから、リスク感というのは相対的なものだなとか、それから参照点期待感の情報推移っていうのがあるなと思います。これは良くなればなるほどもっといいもの、その自分がこれより低くなると、ああ悪いな、リスクがあるなと思う、それ心理ですけども、それが良くなればどん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 その期待するところが高くなって、常にこうリスクが高い高いと思ってしまうようなことですね。それからリテラシーの向上がもたらす不安感の存在とか、それからできることで守ってくれるんだね、できるだよね、でも本当にできてるだろうかっていうようなこととか、実はないまぜになっているっていう問題があるんじゃないかということも指摘したいと思います。で、意味が言ったようなことも含めて、どのようにリスクコミュニケーションをしていくべきかはさらなる研究検討が必要だと思っています。で、最後に、私たちその今の問題を解決するためにさまざまなコミュニケーションをしなければいけないと思って、例えば食品の安全行政だとリスクコミュニケーションが必要だというふうに言われておりますが、いわゆるその関係者、ステークホルダーを見ますと、消費者、行政、事業者、そして科学者がおります。で、そのあり方っていうのはちょっと視点とかアプローチが違うんじゃないかと思っていて、ここの部分、その行政で言われるリスクコミュニケーションのここの部分、それから、科学者と他のステークホルダーとの関係はサイエンスコミュニケーション、そして事業者と消費者ですね、その方は私はフードコミュニケーションっていう概念で、コミュニケーションのやり方をする必要があると思って、これを総合化することで、風評被害の問題に、一つでも解決していこうかと進めていこうと思っております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。